こんにちは、レイです。ことで、今回はですね、実はある実況者に多額のお金を貸しています。誰に貸しているかというと、この方です。どうも、ブイルです。お前怒られるぞ、本当に。ということで、ブイルさんです。ガチじゃめでよかった。違う。お前も乗るなよ、絶対。はい。ブルルさんは全く無関係なんですけども、おかんがね、僕に112万円の借金をしています。はい。一応に隠してたんですけれども、まで、おかん側からも隠す必要もなくねと、動画にして言った方がなんか俺もすがすがしく生きれるということで、その件について詳しく話していこうかなと思います。これ、ガチです。はい、ガチです。ということで早速本編へ。レッツゴー。よーし。ということで、いつも通りその撮ってから本題話していこうかなと思います。ここ、急げ！おい驚き方キモすぎだろ。この動画で一応撮ろうと思った経緯がありまして、もともとはね、このおかんの借金、話すつもりなかったんですよ。隠していこうと思ってたんだけど、俺が昨日ドル撮る動画ないんだよねみたいな話をしてたら、おかんが俺の借金の話注意喚起として話せねえかなみたいなこと言い出して撮ってます。だから今モロ刃の剣してます。彼は今日はノーダメージですか？なんでノーダメージなの？お前は好感度いらんのか？下がるの？下がるだろ。なんで？当たり前だろ、借金してるやつなんて誰が好感度上がんだよ。え、だから俺上がると思ってこの企画を提案したんやけど大下がりですよ。じゃあボツダメだよ。敵いない、まさかの。いや、まさかのじゃないだろ、絶対いないだろ、こんなでもみんな気になると思うよ、112万も借金してるってなると、何をしたらそんなことになるんだと。まあ気になるよね。そうでしょう。だし、俺は本当にこんな大人になってほしくないまあどんな経緯でその借金を作ったのかちょっと、まあ包み隠さず言うよ。うん、ほら、なんか、まあおばあちゃんがちょっと重たい病気にかかっちゃって、入院費が僕じゃ払えないから、ちょっとレイに相談させてもらって、そしたらレイが貸してくれるって嘘です嘘ですよ、まだ全部。そんな話じゃなかったよね。あれ、こんなんじゃなかった？全然違う。何お前、なんか好感度気にして美談に変えてんの、いつの間にかそんななんかいい話じゃなかったでしょ。ちゃんと真実をみんなにお伝えください。じゃあ、まあゆかもふざけなしで、うんギャンブル。そう、ギャンブルなんだよね、こいつ。いや、違う、人としてマジでね、よくない。ギャンブルで112万借りてます。あ、違う、そうじゃないよ。違う、そこは否定しないと。だっておばあちゃんのとこあんなすぐうさーって言ったのに、うん、俺の好感度下げるのに必死やんだってギャグじゃないでしょ、それ。だってギャグ、むっちゃギャグあ、ギャグか、大爆笑ギャグ本当にでも、みんな気になると思うよ。おふざけなしで、なんでその人間としての底辺になってしまったのかっていう、はい、気になると思うんでね、ちゃんと真実をお話しください。わかりました。今度こそ。そうですね、これは僕が編集者になる前のお話です。テレビみたいな喋り方するんでやめろよなんかドキュメンタリー番組が始まったんか。編集者になる前の、まあ、お話なんですけども、はい、まあ普通に働いてまして、こんな僕でも、まあその時にバイクかっけえなと思って。ああ、はいはい、まあ、男の憧れだからね、バイクは。やっぱさ、やっぱかっけえじゃんバイクって。まあわかりますよ。そう、まあ免許ないんで免許取りに行くじゃないですか。で、まあ免許取りに行くってなったら、まあバイク欲しいじゃないですか。でも、まあお金なかったんで両方その分割で買ったんですよ。はいはいはい。まあでも働いてたんで、まあ返せると。まあそうだね、月々数万円だもんね、言っても。そうです、そうです、はい。なんともなかったね、その時期はね。うん、なんですけど、まあやつがやってきまして何何コロナ。あー、はい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 、なんかヤクザから何か来たかと思った俺まだ早いだよ、その後の話で一旦そいつはまだ出てこなくて、出てこなくて、まあ先にコロナさんが来た。うん、コロナでまあお仕事がなくなっちゃいまして、まあ、これ大問題だったからね、社会でも。そうです。ちなみに僕も職失いましたから。え？あ、そうですよ。僕が YouTuber 始めた経緯は、その働けなくなって、そのタイミングで僕が声かけてくれたから始めたんですよ。だから気持ちは分かりますよ。わーい、ほいで。まあ生活費なくなるじゃないですか。生活費もなくなって、しかも支払いも残ってるんで、まあお金を借りるじゃないですか。でもその借りたお金も僕はまあ働いてないんで、どこもまあ返せなくて、まあたまりにたまっていくと。はい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 。まあでも払えないから普通に人生諦めて全部無視してたんですよ
だから払えないもん払えないからそんなもん、まあ、働きたい気持ちがあっても働きたいってことだもんね。そうそうそう、だから何もはないんだから仕方ないですだから僕は悪くないということで、まあ、一旦無視してたんですね国から来る請求を仕方してたことだよね。はい、ずっと。はい、うん、そしたらだから114万円になってたと。まあ本当に正直な話で、俺はもう、かわいそうだなと思ったの、それ聞いたとき。なんか本当に事故じゃん。まあまあまあ、そうだ、ね。まあなんか本当にギャンブルとかさ、まあよくわかんない、高えもん買ってさ、借金作るとかじゃないじゃん。働かないじゃなくて、働けないだったから、状況的にも。で、俺が来たときには、もうこいつ激老で、もう国のね、人が、うちまで来ると。俺と喋ってる時電話が鳴ってんのよ、もう。ブル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 、ブル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 って。何その電話って聞いたら、借金のやつが、みたいなね。言ってて、いやもうそれはもうやばいじゃんみたいな、家にあるものだから取り押さえられちゃうみたいな、だからお金になるものを取ってくよ、そのお金にするために。ひどいやつらね。いや、まあ、お前が悪いんだけど、何がやばいかって、パソコン持ってかれるわって言い出したよね、こいつ。パソコンってもちろん高いから、そのパソコンを売って金にしようとしてくるわけよ、向こうは。ってなったら、俺の編集ができなくなるって。それは困るじゃん、俺も。編集者やらつんとおかんしかいないから。今はパンダが増えたから、今だったら普通にお疲れ様、GG なんだけど、当時の俺は、やらつん一人だったらもう動画が出せなくなっちゃう。で、こいつ一回しばくか。待って、ウェルウェルウェル。結構遠目にいるわ、一人。一回倒そうか。はい。いたわ。118? 118? ワンノック俺の前。130。はい、ナイス。ナイス。ほんで、話戻しますけど、まあ、それは、俺も仕事的に困ると。あら、肩代わり一回してやると。114万円。おかんはだから、その働けないですから、まだ。仕事ないんで。だから、お前はもう、俺の元で、死ぬ気で働けと。で、今、編集者をずっとやってんだよね、今。お金を返すために。ね、これがもう、真実。なんか、みんなの感じなかった。俺とおかんに上位関係悪くないって。これはお金の上位関係です。はい。本当にでもそれ聞いて、怖いなと思った。あと、おかんはちゃんと働いてたじゃん、もともとは。めちゃくちゃ働いてた。いや、なんか気づいたら、なんか人の奴隷になってるからね。俺よくわかってない、まだ。しかも何がかわいそうって、こいつ、借金してまでバイクが欲しくて買ったじゃん。そのバイク借金返すために売ってるからね、こいつ。そうそうそう。何の意味もない。100万の借金をしてバイク買って、その返済のためにバイク売ってるんだから。無駄でも本当にこういうことが大人だったらあるんですよ、本当に。こんなね、作り話みたいな話なんだけど。欲しいものがあったら貯金して買おう。買えないもんな、欲しいもの、なかなか。嫌な世の中ですよ。だからそういう時は一回レイに相談みたいな。あ、ダメですよ。僕もお金貸しじゃないんで。まあ、あくまで特例だからね。それ編集者っていう、まあ、俺にマイナスがあったから貸しただけ。俺基本的にお金は貸さないんで、人に。あ、でもびっくりした。まあ、貸してっていう話ではなかったやん、最初。まあ、相談というか、やばいんだよねっていう話をしたら、結構すぐじゃあ、お金貸してあげるからみたいな言ってくれたから、と思って、もうニヤニヤが止まらんマジかよこいつって思って。まあまあ付き合いも長いですからね、言うても。で、まあ、でももちろんね、おかんがね逃げるかもしれない。逃げれないように免許証2枚持ってるから、おかんの。全然逃げるけど。え、捨てるよそんな免許証お前100万のために逃げんなよやるよ YouTube でこの人を探してますって何がやばいかって、お前あれ実家乗ってるからね。お前のお母さん泣くぜ毎日子供ピンポンしに来てお前は絶対逃がさないからね。だからこれ動画見てこいつ金貸してくれるんだって他のやつから来たら困るのよ。それが一番怖いわ今最近牛島くんハマってたよ。あ、はいはいはい、ドラマをね。まあ、金貸しの人だからさ。うん。でも、まあ、10日で5割とか俺につけてきたらどうしようっていう不安はあったよね。あの闇金の話だからね、利子が増えてくっていう。次はもうだから10日で5割。次借りたらでしょ。そう、次借りたらもう都合です。今借りてるのはトイチぐらいでしたけど。トイチはいかついけどね100万のトイチって月10万です10日で10万です。10日で10万か。編集者だけで返していきません。無理じゃん。無理じゃん。やら、危ない。上からスライプ撃ってきた。やばい。敵いるこっち。オッケー。倒そう、まず。え？なんかこいつ倒された。ちょっと持ってないから。わ、サーマル DMR シップ。これで一発逆転狙うか。まだ上2枚見てる。2枚。一発もたら。先にアンチ取るか。じゃあ 2v2v2 だ。え、少な。すごい見てる2人でスナイパー。あれ入ってんのアンチ。いや全然ガイだ。
降りた降りた。あ、横横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 横のやつやりに行くか。そうだね。26ジュース飲んでるわ。その最高級ジュース俺によこせ。痛い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 。またアンチも来る。やばい、これ結構やばい。あ、アンチで一人死んだ。通別勝つぞ。やばい、でも体力一回お家の中こもりしよう。いや、スナイパーが欲しい。スナイパーがあれば絶対勝てるのに。健在もそんないない。俺近い近い。いたたたた。おかん、やっぱりマジやばい。まあ勝ったらこれ借金安くしてあげようかな。今言うな。勝ったらよ。やっぱりあと27体力。いや、俺もやばいの。あ、一人死んだ。ラッキー。え、じゃあ、何万何万何万。え、いや、おかんが倒したらよ、それはもちろん。またおかんが倒したらだからね。オッケーオッケー。当然。オッケー、チェーイ、俺のおかげ、ラッキー。200万マイナス。じゃあ俺が借金になる。ということで今回はですね、まあおかんが112万円の借金をしてるというお話だったんですけど、皆さん本当に気をつけてください。これから大人になる子供たちが見てると思うのでね、僕はこんな大人にはならないように。はい、ブリブリです。え、お前ガチで怒られるぞ。ということで、メイドヨーカーのチャンネルはガールで貼っとくので、ぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。